どうも、カトワガ鶴太郎ですね。心が楽しみと言っている。どうもカトゥーです、よろしくお願いします。ありがとうございます。ねえ、最近はこのね、片岡鶴太郎さんのモノマネやらせてもらいましてね、見た人にかわかんないけど、年末にですね、細かすぎて伝わらないモノマネで決勝まで残りまして、で、大ブレイクしました。何かご不満でも？もう嬉しくてね、聞いてみようかな。せっかくですから、細かすぎて見てよって方いましたら手挙げてもらってもよろしいですか？はい、この話やめましょう。見てないか。知ってますよね、片岡鶴太郎さん。知らない人いる？正直に。わかんないよって。いないね、いないね。わかんない人は YouTube 見てね。いないね。 OK、 わかりましたね。まあ、もしかしたら知らない人ね、いるかもしれないんで言っときますと、まあ、今ここでほら、こうやって今、蝶を剥がしてますね。ね、怖いでしょ。こんなのどうやって蝶を剥がれるんだって話してる。そう、ヨガのイメージがありますけれどもね、基本は俳優さんで、あと芸術家だったり、ね、あと書道家だったり、昔はボクサーだったり、ね、あれ本当に昔はお笑い芸人さんだったんですよ、ね、そんないろんな顔があるんですけども、今日は出てそんな片岡鶴太郎さんの細かすぎて伝わらないモノマネを見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずは、笑っていいともにゲスト出演して、昔の芸人時代だったギャグでタモリさんを追い込んだ後、急に役者の顔になる片岡鶴太郎。てんてててててん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 てて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 てんてんてん。キューちゃん、おはよう。キューちゃん、こっこか。キューちゃん、おはよう。キューちゃん。ただの情緒不安定だね。散々ハイテンションでキューちゃん、キューちゃんってやってて、急に意味がわからないもんね。ね、こんな感じでやっていきますよ。きつい人はですね、YouTube で三四郎ネタでも見といてください、ね。落ちないから、ドーンでいきますからね。まあそんな鶴太郎さんはですね、健康に気を使ってましてね、皆さん知ってる人ね、ほとんど多いと思いますけれどもね、じゃあそんな鶴太郎さんがですね、ワインバーに行った時、赤ワインにしますか、白ワインにしますかって聞かれた時の片岡鶴太郎。ぬるま湯。意味わかんないでしょ。意味わかんないでしょ、ね、赤ワインにしますか、白ワインにしますか、ぬるま湯っていう、家で飲めよって話じゃない。これ本当なんですよ。僕も実は経験してて、本当に僕経験して、一緒に仕事したことあったんだけど、その後ね、鶴太郎さんが、加藤君、お酒飲めるの？って言うから、はい、大好きです。じゃあ、この後、行こうよって、わ、お願いしますって店行ったら、鶴太郎さんね、見たこともない陶器で、2時間ぬるま湯飲んでたんですよ。マジで。2時間で、鶴太郎さんがおすすめのもつ焼き屋さんだったんですね。ね、そしたらね、もつ焼き来るために鶴太郎さん、全部僕の皿に乗せるんですよ。僕ね、こういうの食べないから、なんで勧めたんだよ。なんで勧めたんだよ、これ本当ですから。びっくりするよ。でもそれだけストイックってことですからね。もう素晴らしい方ですね。まあでもそんな鶴太郎さんでもなんかちょっとお疲れの時があるのかな。次はですね、テレビ局で用を足している時に、ごめんね、下品な話で、用を足している時に急に隣に後輩芸人が来て用を足し始めた時の片岡鶴太郎さん、います。おお、村瀬。これも本当ですから、村瀬に聞いてください。お疲れなんですよね。何のためのヨガなんだって話ですけど、いや本当に、まあでも芸術家でもありますからね、鶴太郎さんは。まあ村瀬くんの白いスニーカーにちょっと鮮やかな黄色を付け足したと思っていただければね、誰も納得してね。ねえ、そんな感じ、よろしくお願いします。じゃあですね、最後、1980年ね、お笑い芸人だった頃ですね、まだ片岡鶴太郎さんがですね、勢いだけで
勢いだけで過ごしていた時に、そういう時があったんですよ。くしゃみを言うけど、かつわれる気カタカツの人が勢いだけで過ごしていた時に、今一番したいことは何ですかって聞かれた時の片岡鶴太郎さんいます。鶴太郎です。どうもよろしくお願いします。今一番したいことですか？僕はおちんちん早い。